はい、こんにちは。日本改革党、靴沢隆でございます。今、参院選東京選挙区に立候補しております。メムツン様、ヒカルヒカル様、タジマックス様、ケンイチ様、ミユキ様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して、政治活動を資金させていただきたいと思います。何回もご支援いただいている方もいらっしゃいですね。誠に誠にありがとうございます。恐縮であります。今日もですね、終日、流し外線やってきたんですけども、なんか焼けちゃいましたね。真っ黒血拳になっちゃいました。7月10日まで物品のご支援は受けられません。ご寄付は大歓迎であります。我ながらずうずうしいなって思うんですけれども、あしからずご了承ください。同様にですね、メール等員の皆様向けの配信がですね、7月10日の20時までできません。この期間の記事はまとめて配信いたします。ご了承ください。7月10日の、20時10分。20時20分と10分おきにバババババババって、来ますんで、お覚悟。何の覚悟だ。今日は終日流し外線やってまいりました。日に焼けちゃいました。偶然通りかかった NHK 前で、政見放送収録のお礼とですね、今すぐスクランブル放送しろなら、デジタル放送になったんだから、たった今からでもできんじゃねえかとですね、震災なんかの時は、停電すからテレビなんか役立てるなら、と訴えてまいりました。これがですね、選挙活動になるのかな。こんなこと言っても、一票も増えねえよな、なんて思いつつ、という疑問はありますけれども、選挙活動にならないという疑問はありますけれども、反省も後悔もしておりません。同様にですね、偶然通りがかった新大久保駅前で、世界中で日本しかやってない異常な外国人生活を今すぐやめろ、訴えてまいりました。昼間初めて新大久保駅前の夜とかは行ったことあるんですけど、昼間初めて新大久保駅に、行ったんですけど、感想がですね、有権者いねえなこれこの駅前有権者いねえなおいっていうものでした。これ一目見て外国人であるなーって人もいっぱいいてですね、これ古くからいる、種族とですね、そういう心境で増えてきた種族とですね、なんか揉め合い、揉み合いとか揉め事とかないんだろうかなんて思っちゃったのかしてね、同じく新大久保で選挙活動されていた音竹さんにご挨拶いただきました。画面中央こちら見てるブルーのシャツ着た、音竹さんですね。めっちゃ爽やかな笑顔でご挨拶いただいてしまいました。多分人柄も私の100倍ぐらい善人なんだろうなって思いつつね、私は善人では決してないですからね。明日6月30日の選挙活動は、京都同様終日流し凱旋 and いい感じの場所見つけたら凱旋するという風にさせていただきます。必ず事後報告はいたしますんで、サボってるわけではありません。顔真っ黒になっちゃいました。非常に頭が悪い茂木幹事長、選挙が近づくと野党は消費税を下げるという話を始める。皆さんから預かっている大事な消費税は年金、医療、介護、子育て支援、社会保障の財源だ。もし野党が言ったようにすると、この社会保障財源を3割カットしなければならない。そんなことはできないと沖縄で凱旋してしまいました。これ最初はですね、年金3割カットになってしまうって言ってたのはですね、誰かから年金ってあれですよ、政府が口出せない基金で運用も独立してやってるんですよって教えてもらったんでしょうね。途中から福祉だ、言い換えてきましたけれども、年金じゃなくてネットの反応です。消費税上げて社会保障をカットするくせに、こんなアホなこと平気で言うやつが幹事長とか、ほんま終わっとるわ。こういうバカ発言しても
自公の圧勝なんだろうな。使徒がはっきりした金で横領使い込みできねえから福祉で使おうと嘘言って消費税名目で金を巻き上げている現状。再エネ、賦課金、賦課金って読むんだよねこれね、賦課金をさっさとやめろ。今すぐ消費税廃止して社会保障費を3割カットしろ。その方がよっぽどいい。そうも考えられるな。絶対に減税したくないからこんな無理筋の嘘を言ってるのか。試験なんですけど、茂木は頭が悪いからですね、財務省の説明鵜呑みにして自分で思いついたようなドヤ顔でわめいてて痛いなぁ。金に名前書いてあんのかね。福祉費3割が消費税ですなんて言うけど、金に名前なんか書いてあんめってね。高市さんもちょっと騙されてますよねこれね。消費税は福祉に使われます、金に名前書いてねえよと意地悪な私なら言い返すとこなんですけどね。消費税の使徒は福祉に限定する、これね、絶対に減税したくない財務省が編み出した奇弁であります。減税って、責められにくくするための奇弁だって。金に色ついてねえもん、名前書いてねえもん。消費税上げるために税収総額が大幅ダウンしたんですよ。ならば消費税を下げるたびに税収総額は大幅増加するって小学生でもわかる理屈ある。つまり消費税下げても他の財源など探す必要すらないんですよ、すらないんですよ。消費税今すぐ廃止したら景気爆上がりですよね、爆上がり。これいつまた消費税復活されるかもしんねえから家買っとけ、車買っとけなんてみんな慌てて使うじゃないですか。景気爆上げですよ、税収も爆上がりですよ。他の財源なんか探すことねえんだわ。福祉の金3割カットしなければならなくないっすから、大丈夫ですから。財務省の嘘鵜呑みにして本当に茂木は頭が悪くて痛いな。消費税廃止して景気爆上がって税収増えたらむしろ使える金増えんだろうが、福祉費増やせんだろうが、そんなことも分かんないのかなーってね、バカ茂木はなーって。これで東大経済学部卒業だってんだから、ちゃんちゃらおかしいですね。笑っちゃいますよね。本当に知能と学歴って同調しねえなー、本当になー。自分の子孫もね、重税に苦しむのに、一生懸命増税に励む、バカな財務省の官僚は東大法学部だらけって聞きますけれども、産経新聞の茂木の評価はこういうのですね。豊富な知識と頭の回転の速さ、高い説明能力は党内随一って産経新聞は茂木を過分に評価しておりますけれども、頭の回転よく財務省の嘘を覚えてたらしょうもないでしょこれ。物覚えがいつだってさ、豊富な知識の中にはですね、増税のたびに税収が減ったんだぞってことは入ってなかったんだな。大事じゃねえのこれ、子供でもわかることなんじゃないんですかね。東大経済学部卒業の茂木さん、よって感じですかね。本当に絶望しちゃいますね。幹事長って言ったら幹部の長って意味ですよね、自民党の。高市さんも若干騙されてますからね。意地が悪い、人が悪い私ならすぐにね、金に色なんかついてっからなら名前書いてないって怒っちゃうとこなんですけれども、人がいいから騙されるんだろうな、思っちゃいます。というわけで、明日も終日流し凱旋、頑張ります。皆さんよろしく応援してください。デトックスジャパン。